皆さんこんにちは、ヤマケイです。今回は先ほど完成したばかりのこちらの美人画の紹介をしたいなと思います。で、こちらの作品なんですけど、こちらに描かれている女性は八重垣姫といって、ちょっとそのストーリーを軽く説明して制作過程のプロセスをお見せしようと思います。今回はこちらのプリズマカラー色鉛筆をメインで使用して描きました。この絵に描かれている八重垣姫なんですけど、いい名付けの武田勝頼の命を救うために狐の力を借りて凍った湖の上を渡ったという話があります。それと歌舞伎のお姫様の役を赤字の衣装をつけることから赤姫と呼び、その赤姫の中でも代表的な三役を三姫と言います。その中にもこの八重垣姫は含まれており、数多き姫様の中でも至難の役で、気品美しさ、しかも厳しい状況の中で恋に生き抜く人間像が大きな特徴となっています。霊力の宿った兜を持っているのも印象的です。それでは制作過程をご覧ください。こんな感じで仕上がりました。なかなかいい感じにいったんじゃないかなって自分でも気に入っております。長い時間お付き合いありがとうございました。次回もヤマケイアートをお楽しみに。